いつもご視聴ありがとうございます。トラジロです。今回の動画は、福島県の郡山市の市会議員選挙に挑戦されている古山由衣さんの動画なんですけれども、令和新選組のことを、やっぱりね、広めていきたいので、市会議員選挙も、山本太郎さんだけではなくて、市会議員選挙で地方の議員さんも増やしていきたいのです。で、この方とか、他の方もそうですけれども、すごい素晴らしい方なんですよね。だからちょっと、その動画を、皆さんに見ていただいて、そして、お知り合いの方がいてたら、福島県の郡山市の方にお知り合いの方がいてたら、ぜひ投票していただけるように、投票日は8月の6日、日曜日になってるんで、期日前投票もできるので、また、ご親戚の方とかいてはったら、こういういい人がいてるよと言ってあげてほしいなと思います。令和新選組郡山市政策委員古山由衣と申します。私には6人の子供がおります。うち4人は自閉スペクトラムという特性を持っていますが、日々皆さんに助けられながら子育てに奮闘しております。私は子どもの問題を通して行政に要望を届けてきました。特別支援学級の在り方など実現していただいた要望もあり、声を上げる大切さを感じると同時に、一市民が声を上げる限界も感じています。また子どもの学校でいじめがあったことをきっかけに、こんな悲しい思いはもう誰にもさせてはならない、子どもが置かれた困難な状況を可視化して学校で辛い思いをする子どもがいなくなるように、私自身が政治の場で声を上げたいと思うようになりました。4年前に政治活動を始めて以来、子育てってお金かかるのよ、結婚なんて贅沢だ、今自分がダメなのは自分が努力してこなかったからだという市民の声を聞いてまいりました。本当に悲しかったです。そのような声は活動を始めた当初よりも格段に増えています。郡山市が掲げている誰一人取り残さないというフレーズを本当に中身がある言葉にするために、声なき声をしっかりキャッチして市議会に届けていきたいです。私は子どもの教育にかかる経済的負担を減らしたい。また介護世帯や子育て世帯の住民税優遇、さらに郡山独自で医療看護保育従事者の賃金をアップし、サービスの質を上げるように提案していきます。今の近寄りがたい市議会ではなく、風通しの良い市議会実現とともに、すべての市民が暮らしやすい郡山に変えるため頑張ります。私、令和新選組郡山市議会議員選挙に立候補しております古山由衣と申します。40歳、朝霞の方で子ども6人を育てております。その 6人の子どものうち4名が自閉スペクトラム症 ADHD という特性を持っております。障害とは私は言いたくないんですね。そういう特性っていうのは環境によって変わるものだと私は思っております。という中で郡山市で子育てをしてきまして、17年子育てを子供を育てておりますが、だんだんと子育てのしにくい環境になっているなと、一市民として、一お母さんとして感じる面がありました。そういう時に今年2023年の市議会選挙に私は立ち上がりました。今郡山市議会の中には38名の議員がいるんですが、たった4名しか女性議員いないんです。その中にはですね、今まさに子育てをしているお母さん議員いるのかというと、全くいないんです。郡山市の子育て政策、ママ議員、パパ議員、シングルファザー、シングルファザーなしで本当にいい政策ができるでしょうか。本当に皆さんにフィットした政策考えられるでしょうか。
私はそれは難しいと思うんですね。郡山市議会の中は圧倒的に男性が多くてですね、困っている人の気持ち、当事者の気持ちに欠けている、まだ足りないと私は思っております。私は一母としての目線を郡山市議会にどうしても入れていきたい。そしてこの先に、私40歳ですが、20代30代のお母さん議員を生み出せるような郡山市議会にしていきたいんです。私が今回の市議会議員選挙で掲げている政策が4つあります。まずは地域循環バスの充実化です。ここ郡山駅周辺はとても元気なんですが、やっぱり郊外に行ってしまうと、どの町もどの市でもそうですが、過疎化が進んでいてとっても元気がなくなってしまっている地域が多いです。それと同時に、バスの路線から山間部地域、郊外の地域は外れていることが多いんです。バスの路線というのは市の予算で赤字でも黒字でも運行すべきだと私は考えております。郡山市で私は交通弱者、情報弱者、作りたくないんです。そして市の予算で、郡山市は中核市ですので、幸いその予算は十分にあります。今の郡山市政は誰一人取り残さないというキャッチコピーを使っておりますが、私は本当にそれが実行されているとは思えません。私古山結衣は誰一人取り残さないという郡山市のモットーを、まさに本当に意味のあるものにしたいんです。今まだちょっとね、演説とかは慣れてない感じの方なんですけれども、まあもちろん、選挙始まって2日3日で慣れるわけないんですよね、演説なんかは。だから、それは山本太郎さんとかと比べると、それは演説っていうのはなかなか難しいもんだろうなと思うんですけれども、それでも、芯はしっかりしてるなっていうのはすごい感じる方だなと思います。だから、お知り合いの方に、ぜひ投票していただけるように、言ってください。以上です。ありがとうございました。